もう何やってもダメ、私生活もダメ、もうダメだ。服を変えても6万円で買っても彼女もできないし、もうダメだ。どうしたらいいですか？いやもうこの前からもうずっと前からなんですけど、まあいろいろ YouTube の企画とかで翔太にいい子を見つけさせてあげようとかいう企画にも出させてもらってるんですけど、やっぱりダメで、で6万円のコーディネートもしたんですけど、あれ以来自腹です。マジか。あれマジで自腹です。その ATM2 回行きました。2回？1回じゃ下ろしきれなかった。1回じゃ下ろしきれなかった。はい、であの DM とか変な話来るかなって待ってたんですけど、来なくて、設定で応募してない人は DM 送れないみたいな、それもあるかもしれない。それもあるのかな。はい、なんで、やっぱりその女の方のかけらもないと言いますか、まあ、25にもなったんで、そろそろ孫の顔も見せたいと言いますか。ちなみにさ、はい、元カノとどうやってやったの？はい。あ、聞きたい。元カノとの出会い。元カノとの出会いですか？うん、話すと長くなりますよ。いいよ。大丈夫ですか？うんうん、もうだから結局もうお金なくなったのもまあ僕のせいかなとも思うし、でもやっぱり俺が悪くないよなとかも自分で思うし、まあどうなんだろうなって思うんですよね。すいません、ちょっと長いんで、いやちょっとウノやってるんですけども、ちょっとウノやらないでくださいよ、真剣なんですよ。長かったですよね、ちょっと尺的にも長いんで、はいはいはい、簡潔な、はい、簡潔に言うと、はい、彼女が欲しいです。ウノウノ彼女が欲しいです。はい、はい、すいません、うのやってるところ、はい、じゃあ、ね、今回のお悩みは、はい、彼女が欲しい。はい、そうです。どうやったらできますか？はい、うん、あ、まあ、痩せよう。基礎的なその筋肉とかが少ないから体重が悪いとか、あ、筋トレとか、いやもうなんかこの体になっちゃうともう運動できないんですよね。なんか例えば体幹トレーニングとか結構できる。あ、どう、もうやってみる。プランク、やってみる。プランク60秒。あ、プランクなんかこういうやつです。そう。60秒。いや、60秒はできる。相当多い。60秒チャレンジ。絶対できないですよ。60秒も。できなかったら彼女できないぐらい気持ちで頑張ってやって。絶対できます。おお、はい、お。よし、いけ。いけ。はい、せーの。1、2、3。ちょっときついです。きついです。死ぬかと思いました。すいません、60秒はすいません。60秒は惜しいとかもなかったよ。60秒はすいません、死ぬかと思いました。すいません。10秒で、はい、汗がすごいです。汗が今でもさ、本気でやった？本気です。本気ですよ。はい、本気でさ、いやだってブランク10秒しかできないし、見たことないけど。そんな、それめっちゃ文句言うじゃないですか。悪口ですよ、それ。悪口じゃないもん。じゃあもうダイエットは、じゃあ、わかりました。ダイエットはやる？はい、やります。せめて10キロですよ。はい、1ヶ月とかじゃなくて、はい、3ヶ月4ヶ月。じゃあそういう運動込みってことですかね。あ、じゃあ、3ヶ月で10キロやったら、はい、もう一回リオミンチャンネル出てよ。あ、マクワでもないと。あ、で、3ヶ月後にまたプランクやってもらって1分できるようにしましょう。プランクもですか？いやいや、今の10キロっていうあれだったんじゃないですか。いや、だってなぜそれはまた食べないで10キロ直前で痩せればいいだけなんで、それは意味がないんで。バレました。運動して10キロ痩せて、はい、ちょっと画角をもうちょっとスッキリシュッとね、シュッとさせてくるっていうのがまず一つと、はい、それができた時にご褒美をじゃあ、あ、ね、うん、まあ3ヶ月後に達成
成してたらどうする？じゃあリオリオとデート私とデート、ふざけんなみたいな感じ。いいけど全然いいよ。でもそれワンちゃん今どんな感じでデートするのかを願望を書いてくれたら、もしかしてリオちゃんはどうしよう行きたいってなるかもしれない。あ、僕の、僕のそのプランみたいなことですか。そう。結構自信あるんじゃないの。結構その、なんていうんですかね、まあある程度知識は得てると思うので、社会人としての社会人としての、はい、もうこういうことしたら喜ぶだろうなっていう。あ、そう、女性をでもむしろ今やってほしい。どうやったら女性が喜ぶか。今やってほしい。長田デート渋谷編です。はい、10時30分にハチ公前に集合します。朝早いな。10時そんな早いですか。まあで11時に真剣ですから僕は。11時にですね、調べたら映画館がありましたので、はい、映画館で映画を見ます、うん。はい、これ元井さん映画好きなの僕リサーチしてます。そうすね。で、まあ、映画を見ましてちょっと短いかなと思うんですけど、映画がちょっと短編ということで、12時30分、おしゃれな店でランチをします。はい、まあ、これは、まあ、調べて。店はどんな感じですか。まあ、店はそうですね、まあ、若者が集う、うん、まあ、洒落たなんか洋風な BGM がかかってるような店でランチをしたいと思います。で、まあ、1時間ぐらいゆっくりしまして、13時30分、これプラネタリウムを見に行きます。はい、これも調べたら近くにありました。はい、これ絶対あの太田さん好きなんで、プラネタリウムを。ちょっと寝に行くみたいな。組み合わせの問題よ。で、まあ1時間ぐらいですかね、プラネタリウムは。はい、まあ、星見まして、2時30分、これゲームセンターに行きます。やば。じゃあ、こっからさ、結構タイトにやってるんだよ。ゲーセンは長めね。はい、ゲーセンちょっと長めです。何するの。まあ、言うときちゃうはさ、短くなってきてる。まあ、いろんなアーケードゲームとかありますので、今あの VR を使った怖いホラーのやつとか、中に入ってやるやつとかもあるので、まあ、これはちょっと多めに時間を取らせていただきました。はい、で、ゲームセンター終わって、まあ、5時ぐらいに、まあ、ちょっとご飯を。早いって、だってさ、多分、まあ、映画館で、まあ、ポップコーンだったりとかちょっとお腹空いてるから食べちゃうじゃん。そで、ね、でその後すぐランチ食べてお腹いっぱいになって、うん、その後プラネタリウムとゲーセンで全くカロリー消費してない状態で、はいはい、4時間半後にご飯食べてる、はい、まあそうなっちゃいますね。消化しきってないよ絶対。じゃあごめんなさい、これゲームセンターここ18時にします。長い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 